LGBTQ についてみんなで学ぼう。ただいまより埼玉県教育局保護者向け動画4、安心感を生む環境づくりを始めます。この動画を通して性の多様性について保護者の皆様に理解を深めていただきたいと思います。なお LGBTQ をいわゆる性的マイノリティの総称として用いています。またより伝わりやすい内容にするため表現を工夫している部分があります。この動画では安心感を生む環境づくりについて見ていきます。1、日常生活において LGBTQ についての理解を深めるために。2、子どもが安心して生活できる環境づくり。3、LGBTQ 当事者のインタビューの3つを見ていきます。日常的に配慮すべき点や当事者の声を見ていきましょう。日常生活や家庭環境において LGBTQ に配慮すべき点として、例えば言葉遣いなどが挙げられます。恋愛の話になったとして、異性であることを前提に、彼氏できた？彼女はいるの？というような表現は、もし子供が LGBTQ 当事者であった場合には傷つけてしまうことになるかもしれません。好きな人がいるが同性だった場合、内心では同性の彼氏ならいるとか、同性の女性と付き合いしていると思いながら、相手が異性ではないので家族にも嘘をつかなければならなくなってしまいます。そうすると家族に打ち明けられない話として一人で抱えることになり、また嘘をついているという事実に申し訳なさを感じ、自己肯定感を下げてしまうかもしれません。そして実際に付き合っている人や好きな人がいなかったとしても、性別を限定した言葉を使うことで、子供は親は異性の恋人を望んでいる、そうあるべきなんだと捉え、自身の感情を抑え込んでしまい、一人で思い悩むことになってしまうかもしれません。そうならないためにも、彼氏や彼女という言葉ではなく、恋人とかパートナーという言葉を使うと良いでしょう。また、男だから、女らしくというような性別でくくるような言い方をすることも、子供を悩ませてしまうかもしれません。男性で生まれたけれども、女性だと自認しているトランスジェンダーの人であれば、家族からはあるべき男性像を望まれているけれども、自分は女性だからそれには応えられないと思い悩むでしょう。そして家族に本当のことは打ち明けられないと一人で抱え込んでしまうかもしれません。男らしさ、女らしさではなく、あなたらしさをしっかりと尊重できるような言葉を選ぶようにしましょう。その他にも、昨今では LGBTQ であることをカミングアウトする芸能人がいたり、 LGBTQ をテーマにしたドラマや映画、漫画などもたくさんあります。例えばテレビを見ていてそういうものが流れた時に、オカマって面白いよね、ゲイの人を指してこういう人にはなりたくないね、などということも控えた方が良いでしょう。そうした言葉を聞くと、子供は LGBTQ について否定的な家族には絶対に相談できない、いけないことだから我慢しなくちゃとなってしまいかねません。このように言葉遣いや表現から子供の気持ちを抑え込んだり傷つけてしまうことになります。
性別を前提としない表現をすることや、特定の枠を前提として話をしないこと、またからかいや笑いの対象にしないようにしましょう。ここまで LGBTQ という視点で話をしてきましたが、安心して生活できる環境という意味では LGBTQ に限った話ではありません。その他にも安心できる家庭環境を整えるために日常的に配慮すべき点は多数あります。子供が話しやすい環境を作ったり、先入観や思い込み、偏見を助長するような言葉を控えたりするなどです。子供は親の行動や発言、雰囲気などをよく見て感じており、敏感に察知します。そしてそれは子供自身が持っている知識や経験によって解釈されていきます。保護者が何気なく発した言葉でも文字通りに言葉の意味を受け取ってしまう、あるいは自由な解釈をすることも多くあります。例えば周りの人と親のやりとりを見て少し表情が曇ったりするとか、いつもより申し訳なさそうにしているとかでも、何かいつもと違うかも、もしかしてお父さんやお母さんを困らせてしまったかもと不安を抱いたりします。そうならないようにするためにも、 LGBTQ に限らず多様な人がいて、お互いに尊重し合うことが大切になります。例えばある仕事をしている人に対して、あんな仕事はしたくないねとネガティブなニュアンスで伝えたり、独創的なファッションをしている人に、ああいう格好は恥ずかしいねなどの言葉を発するとします。そうすると子供は無意識に、あれは良くない仕事なんだ、ああいう格好をするとお母さんたちが悲しんでしまうという考えになったり、大したことがない人たちという先入観や思い込みを植え付けてしまうことになりかねません。社会はいろいろな人がいて成り立っていて、仕事やファッションであってもどれも大切なものです。それを特定のことに対して侮蔑的な発言をしたり、周りと比較して話をしたりすることは、無意識のうちに差別的な意識を生んでしまうことにつながります。さらにそうした発言をすることで、うちの親は世間体をすごく気にするから、親に何て言われるかわからないと家族に遠慮して思ったことを言えなくなってしまうかもしれません。そうではなく、いろいろな人がいてみんなすごく頑張っているよね、思い思いの格好をしていてワクワクするねというような肯定的な言葉を発し、それが積み重なることで子どもの自尊心を高め、家庭においても良好な関係を築くことにつながるのではないでしょうか。それではここまでを踏まえて、 LGBTQ 当事者の方が実際にどのようなことを感じているのか見ていきましょう。大学生の頃ですね、葛藤はありましたね、まあ周りと違う、普通ではないとか、それから、まあ、結婚とか子供だとか、そういう考え方とか、まあ、いろいろありましたね。最初は幼稚園の時に男の子が好きだなっていうのが一番最初でした、でその後徐々に気づいていったって感じで、なんか第二次成長ぐらいの時にやっぱ声変わりが始まったりとか、そうです、そういう時にやばいと思ってその頃からすごいやだなやだなって思いながら、やっぱどんどん男性化していくのがやだなやだなって感じでしたね、本当に。でそのあたりからやっぱり
やっぱりもともと薄々気づいてたけど、やっぱ普通の人と違うというか、うん、どうしようっていうふうには思ってましたね。LGBTQ に対する正しい理解というのがなされていて、まあ、自分がそれに該当するということを明かしたとしても、まあ、偏見など持たれない、まあ、そういう環境があれば言いやすいのかなと思います。周りの人たちが正しい理解をしてくれている、まあ、そういう環境でしたらとっても言いやすいのではないかなと思います。そうですね、やっぱ周りの人、親御さんもそうですし、まあ、同級生もそうですし、どっちもですね、どっちもその LGBTQ の人が すごく身近にいるんだよ、隣にいるんだよっていう認識を持っているっていう環境ですね。心配してくれるのはやはり親心なので、まあ、しょうがないとは思うんですけれども、でもやっぱり老婆心みたいなもので関わってくるよりも信頼をしてくれる、そういう方が非常にありがたいなと思います。でこうあるべきみたいなこととか、こうした方がいいよっていうんじゃなくて、やっぱりその自分の子どもの個性っていうもの、そういったものをこう受け入れてくれるっていうのが一番いいのかなと思います。やっぱ小学校の時とかは、まあちょっとくねくねしてるような男の子だったので、もっとシャキッとしろみたいな、男らしくしろみたいなこと言われても、なんか男らしいなんとなくは分かるんですけど、それがやっぱできないんですよね。なんかできないというか、まあ一瞬そうしてみてもやっぱ気を抜くとというか、素に戻った時というかにやっぱくねくねしちゃうんですよね。でなんかそれは私じゃないみたいなのも感じてましたね。男らしさを押し付けられるのは、うん、辛かったですね。なんかそれじゃないんだよっていうのがずっとやっぱあって、でもそれは親には言えないみたいな、一瞬分かったふりをするんですよ。だから分かったって言って、まあこれが男らしいなのかなみたいなふりをするんですけど、結局やっぱ自我そうなので、やっぱ戻っちゃうんですよね、うん、そうですね。自己肯定感の低さにはつながっているなとはやっぱりちょっと思いますね、うん、どちらかというと正義感が強い方だと思うので、親もね、こう差別する人とかを嫌うタイプの人間だったりもしたので、だからそこは最終的に言うっていう判断につながったんだなと思います、うん、もし例えばテレビとかでその同性愛者が出ていて面白おかしくなっているものとかを見た時に、その時の反応、どう反応してるのかなっていうのをやっぱり興味があって見ましたよね。だけどそれでも特にそれをこう笑ったりとかそういうことはなかったと思うので、そういうところは良かったなと思いますね。あとね、あんまり否定された覚えがないんですよね。自分のことで何かこうあれダメこれダメっていう感じで、あんまり否定されたりなんかこうジャッジを受けたような印象が残ってないんですよね。だからそこまでも言いやすかったのかもしれないですね、うん、こうしたいああしたいって自分の、希望を述べたりしても、それを頭から否定するようなことは一切なかったので、まあ、それは言いやすい環境だったと思いますね。自分を抑圧する癖みたいなのがやっぱ癖づいちゃってるとこあるのかなって思いますね。そうです、成人には言っちゃダメもそうですし、あとまあ自分の
ありのままだと拒絶されたりとか、性自認もそうですし、あとはやっぱその性、まあ、自分のありのままを出すと拒絶されたり、それこそ気持ち悪がられたりとかっていうのの、もう防衛本能ですよね。そういうふうにされないように防衛本能みたいな感じで癖づいちゃってるっていうのがちょっとあると思います。そうですね、例えばまず一つ考えられるのは、世間体とかそういうのをこう重視してますっていうのが普段から見えていると、まず言えなくなってしまうと思いますよね。それから何か言ったとしても、あの頭から否定するとか、あのジャッジするようなことがあったりすると、まあどうせ言っても無駄だっていう気持ちになってしまうと思うんですよね。普段からあるがままをこう受け入れるっていう姿勢があれば、あんまり不安抱えずに言いやすいんじゃないかなって思います。まあ、本当に悪いことしたらこれはダメだよって叱るのは当然のことだと思うんですけど、本人の個性に関わってくることに関していいも悪いもないと思うんですよね。そこをこう、こうあるべきだとかこうしなきゃいけないっていうふうに、こうそういう価値観を押し付けるようなことを、まあ、しない、普段からしないっていうのがすごく大事なんじゃないかなって思います。さらっと親御さんから聞いてみるっていうのは全然ありかなと思いますね。なんかどっちが好きなのぐらいの感じで、どっちでもいいけどさみたいな、お母さんどっちでもいいんだよみたいな、お父さんどっちでもいいんだよっていうスタンスで聞いてあげるといいのかも。そして過去の私もそれがあったら違ったのかもと思います。あとはそうです、だからコミュニケーションをよく取るっていう意味で言うと、まあ、いろいろあると思うんですよ。こう一緒に、なんだろう、お風呂に入るとか、あとは結構スキンシップとかも大事かなと思うんですよね。ハグするとか、距離感が近いっていうのが大事かな。なので、保護者の方から積極的にコミュニケーションを取ってあげたら、いい関係が作れるなって思います。普段からやっぱりもうお子さんに対してあるがままでいいんだよっていう、そういうこう姿勢で、どんなことであっても、自分のお子さんのことを愛しているっていうことをしっかりこう伝えていってくれれば、すごくいい関係が築けるんじゃないかなっていう、そういうふうに思いますね。できることをしっかり、やっぱり愛情を持って接していくとか、そういうことが大事で、でお子さんを、まあ、あるがままのあなたがすごい素敵なんだよってことをしっかり教えていって、自信を持たせていってくれればいいなと思いますね。私は、子供の頃は親にバレてはまずいと思って、ひた隠しにしてました。自分の性セクシャルというか、性自認もそうですし、性的指向とか、ただ隠しきれてはいなかったと思うんですね。やっぱ子供ってやっぱ未熟じゃないですか。未熟だからやっぱその大人の目は完全に隠しきれてなかったと思います。なので、でもその割にバレちゃってる割に隠してるのってすごい結構やっぱ苦しいんですよね。しんどい思いもたくさんするので、なのでぜひその子供が出してるサインというか、なんて言うんでしょう、そのそうじゃないかなっていうサインをにぜひ気づいてあげてほしいですね。親御さんが
やっぱそのためにもすごいコミュニケーションを、丁寧に密に取るのってすごい大事だなと思いますし、あとやっぱ気づいてあげて一緒に何でしょう、偏見を持たずに理解してあげることで、あの子供っていうのはその隠す苦しみから解放されると思うんですよ。でさらにそうなるとやっぱさらにいい親子関係も築けると思いますし、なのでぜひすごくコミュニケーションをいっぱい取ってほしいですね。そしてもし自分の子供が LGBTQ 当事者であっても、あの驚かずにもう受け入れて抱きしめてあげてほしいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。言葉遣い一つをとっても表現の仕方で与える印象は大きく変わります。そしてその印象は子どもの成長過程において大きな影響を与えることになるかもしれません。いろいろな人がいて、お互いがお互いに尊重し合える LGBTQ においても安心できる環境を作り上げていくためにも、まずはできることから意識をしていきましょう。この保護者向け動画では他にもご覧の内容を用意しています。埼玉県教育局人権教育課のホームページよりご覧いただくことができます。以上で動画4、安心感を生む環境づくりを終了します。